スタートを切った、打っていく、サードゴロだ、二塁はアウトだ。外崎よく入りました。少しベースカバーが遅れたんですが、取った瞬間に踏んでいるのか、ああ踏んでますね。タイミング的にはどうですか。アウトだと思います。ここでもう踏んでますから。ああよく踏みましたね。でその後のちょっとこう膝をつく感じを見て、まあ、ベンチリグーストしたのかなと。アウトだという自覚があったのかもしれません。出てきました、判定はアウトです。右方向ファーストライナー、これはチャンスで万波ファーストライナー。もうちょっとさ、なんですけど、この膝のあたりにタッチできてるかどうか触ってはいますけど、手が判定はアウトです。なんとかバットに当てた、競争だ、うまい、サード本山。このエスコンフィールドの前年誌は、まあ、守り慣れていないとは思うんですが、高いバウンド、セカンドゴロ、少しバウンド変わったが、よくついてった、セカンドのならば、今変わりましたよね、バウンド急に跳ねなくなりましたね、これがあるんですよね、エスコンは。ナラマがうまく反応しました。見てみましょう、このバウンド高く跳ねて次のバウンド、普通だったらあのアンツーカーって跳ねるはずなんですけどね、この読めない、この辺が難しいんですよ。今日もヒット1本、レフトへ前進の後方を襲う、レフトバック追いついた、細川、レフト細川ライオンズ無得点、ファイターズ負けはなくなりました。さあ12回の裏、ファイターズの攻撃です。ショート今宮がここは体しっかりと張って止めました。今みたいなバッティングですよね、ああいうのを続けることで。ピッチャーゴロよく取りました、つもり。ここは素晴らしい反応、ピッチャーゴロ2つ。この回中に入ってきたところですが、サードファールグラウンド、ネット際抑えているか、栗原掴んでいます。最後はネットを恐れずに栗原も行きました。タイミングによって入れ替えしてもいいと思いますけどね。そうですね、ここはセンター前になりますが、マーウィン・ゴンザレスの送球がわずかに早かった、スリーアウトです。しかしこの回岡博美タイムリースーベースヒット、先制しました。1対0マリーンズ先制しています。
ピッチャーゴロ、小島が反応しています。先頭ゴンザレスもピッチャーゴロに打ち取りました。気持ちのピッチング見せています。まあ、インコース見せてね、はい、捉えた当たり、左中間、センター岡が追いつきました。センターフライです。まあ、今一瞬ちょっとヒヤッとはしましたが、いかがでしたか。まあ、基本ロッテの外野手、特にセンターは左中間寄りにポジショニング取ってることが多いんじゃないですか。はい、さあ中村翔吾追いついて、うん、アウトです。守備で小島を援護します。この回フォアボール、失礼しました、この回は三者凡退。引っ張った、サードライナーだ。これは不運な形にもなりました。